バレーボールバレーボールの用語一覧バレーボールの用語一覧は主に6人制のバレーボール用語をまとめた一覧である。すでに記事になっている事項についてはリンク先を参照のこと。赤色の線がアタックラインサイドバンドとアンテナ赤色の線がエンドラインコートサイドバンドとアンテナ赤色の線がサイドライン赤色の部分がサービスゾーン競技者交代とナンバーパドル赤色の 部分がサブスティテューションゾーンセット赤色の線がセンターラインダイビングレシーブたらフレックスコート競技者交代とナンバーパドルライト側からのバックアタック公営で左からレフトセンターライトが並んでいるバックゾーンコート外の緑色の部分がフリーゾーンブロック前衛で左からレフトセンターライトが並んでいるフロントゾーンモッパー赤色のエリアがリベロリプレイスメントゾーンローテーション グループスクリーンの反則2人以上のプレイヤーの後方に隠されたサービスボールがそのプレイヤーの上を通って相手コートに入ったとき S1 ローテありがとうございます。